こんにちは。今日は、なんだろう、ビデオキャスト、ビデオのガール暮らし、ビデオキャストの分からない、何回目か分からない回です。今日は、はい、編んで良かったもの紹介ということでいろいろ持ってきてるんですが、はい、先に近況報告をしてほしいと言われて報告したいと思うんだけど、うん、思い出せないでね。なんかどっか行ってなかった？週末。あ、週末は名前なんだ、ビゾン。ビゾンっていう伊勢志摩かな。ビゾンってさ、ビソンから来てんの？あ、ビソンなんじゃない、じゃあスペインのビソンなの、ビソンなの、 VISON だと思う。スペインのビソンって何？スペインのなんかそういう地方と、うん、提携してんのか模してるのか分からないけど、そういう感じの町づくり、急に山を切り開いて、うん、ものすごい施設建てましたみたいな。なんか環境に良かったのか分からない、ちょっとよく分からないけど、でも素敵な場所なんだよね。うん、なんか素敵っていうかすごいなと思って、雇用が大量に生まれてると、うん、っていうすごいそういう視点で観察してきました、うん、はい、あのお風呂がとっても大きいので、うん、お子様連れも楽しめるないでしょうか。あのホテルのレベルもいろいろあるんです、うん、あ、そうなん、1個だけじゃないんだ。うん、何個かタイプがあって、小さいところから、うん、まあまあ大きなところまでいろいろあるんですよ。そうなんだ。そうなんです。だからあのそんな高くないんじゃない、うん、でも車がないといけないと思います。高速道路降りてすぐ、うん、三重なんだっけ。三重だと思いたいよく知らないから三重じゃないでしょうか、はい、三重だよね、きっとね、きっと三重だと思います、はい、伊勢ってついてました。そうですね、三重だと思います。はい、っていうことでしたよ。メイさんキャンプに来ましたね。それはでももう2週間前かな。もうあれ2週間も前なの、うん、先週末はワクチン3回目受けて、うん、ぼんやりしてたね。でピラティスも行ったら体中痛くて辛かったっていう週末だったんですけど、はい、そうだね、キャンプはね2週間前で、知り合いのうちのお庭にテントを張って泊まるっていうキャンプ。そう、はい、です。はい、キャンプ偉いね。ちょっと私はいくら考えてもやっぱり、うん、キャンプに行けそうにない気持ちだけど、最初の 1,2 回が、快適じゃなかったから、うん、私がごねたら、うん、テントがドーンと大きくなって、うん、今は中に、ね、立てる大きなテントになって、うん、ちゃんと寝袋も3つ敷いても狭くない。寝袋に寝たら快適なんですか？うん、寝袋の下にまたなんかエアマットみたいなやつ敷いてるから別に痛くもないし、うん、寝袋もあったかいし、うん、邪魔されなければ眠れる。わかりました、うん、でもちょっと周囲がうるさかったり、そう、そういうことがあると寝られない、うん、そうね。あと朝ゆっくり寝てられない。そうですよね、うん、そういうこと言い始めたらもうキャンプじゃないよねそうですね。いつも2人でキャンプに行くって話をして、私は寝られるのか寝られないのかとか、そういう細かいこと聞くわけ。お風呂ってどうすんのとか、そういう細かいこと言ってたら、うん、やっぱキャンプないなみたいな。そうだね、確かにね。そうなんです。だから私は多分向いてないと思う。そうね、あの日が昇るとみんなが起きちゃうから、自分だけ寝たくてももう周りがうるさいし、そうだよね、明るいし、もう全然寝れないって感じで、はい、すいません、はい、でもそうだよね何しに行ってるんだって感じだよねだから多分ダメだと思う、はい、で私もキャンプの話をするたびに、うん、うちの夫に、うん、無理無理無理だよ、グランピングでギリギリだったじゃんって言ってそうだよね、そうだよね、やめとくって毎回言って終わるっていう、うん、はい、でもね、なかなか楽しい、はいっていう話だったよ、はい、よかった、こんな、はい、すごい遊んでるみたいに結構すごい、すごい忙しいですよね、橋田さん、私たち全然オフィスに入れないのに仕事がどんどん溜まっていくっていう感じなんです。そう、なんかあのトゥードゥーだけにすごい勢いで書き込んでて、うん、今日はもうあのやることがいっぱいあるんです。はい、はい、そうですね、頑張仕事してます、うん、はい、仕事します、はい、はい、ということでやりたいと思います、はい、紹介するんだよね、はい、
まず着てるものからいきましょう。はい、はい、私はネジネジを着ています。渡辺美由紀さんデビュー作じゃないでしょうか。あ、そうだっけ。そうじゃないかな、美由紀さんの最初のやつです。ネジネジが最初か、最初だと思うんですけど、うん、美由紀さんのこだわりがたくさん詰まったパターンで、私は XS サイズ着てます、ね、うん、で、あの首元も開いてるし、袖 XS だからかわからないけど、袖も私手も長いから、うん、だいぶ短いから、このぐらいの最高気温23度4度ぐらいの時にぴったりな洋服になってて、うん、編みたいなって思ってる。これを結構着てます、春の季節はよく。で、糸はまた忘れちゃった、なんだっけ、ウォークコレクション。あ、ウォークコレクションの糸目わからないけど、シングルプライのメリノだよね。コテージメリノかな。あ、コテージメリノって名前かもしれないんですけど、フィンガリングです、うん、とにかくフィンガリングの手染めの方が可愛いかもしれない、うん、編むにはだから、そうだね、何でもフィンガリングだったらいいと思います、うん、はい。それでね、丈が短い、前は短いんですけど、うん、後ろがね、私も XS でもいいかも、うん、後ろがこう、うん、ここにちょっとギャザーが寄ってんだよね。最初の作り目が、うん、ちょっとすごい数なんですけど、うん、そこ頑張れば普段 S ぐらいの人までだったら XS でいいと思います、ね、はい。丈だけちょっと自由に少し伸ばしたりね。そうですね、はい、だから結構あのゆったりなので、うん、皆さんサイズ選びご注意されたらいかがでしょうか、うん、っていうことでした。はい、はい、メリーさんお願いします。私は、M 役のミディアムで編んだホワイトホースです。はい、本当の指定糸は何だったか全然思い出せないんですけど、まあ、ね、うん、ゲージがで、もしかしたら DK だよ、 DK だよね、これ、この糸ウーステッドぐらいなんですけど、うん、なんせケイトリンのこの時のゲージがめちゃめちゃ緩いので、うん、私ウーステッドで編んでも、あのなんか写真で見るサンプルよりだいぶ小さい。そうですね、襟とかもっとすっごい広がってるもんね。どうしたらこのゲージになるのケイトリンっていう手なので、 それなのに耳目見ると別にそんなにダラダラにも見えないんだけど、うん、すごいよね。なのに DK の糸でどうやってこのゲージで編んでるのかなっていうのが本当にわからない。あとあの首入らない問題もあるので、そうそう、で普通の人が何も考えずに多分同じ糸で編むと首が入らないっていう人何人もいてね、そう、うん、私も首はきつくならないようにちょっと気をつけました。そうなんです。これ、うん、私も編んだし、うん、うちの弘中さんも編んでて、うん、3人で首が入るようにお互い注意し合うっていう、首入らないよ、うん、入らないよみたいな。そうね、私最初に編んだので、うん、私が編んだ時にあやばい首入らないかもみたいな一回はやり直したかな。でも綺麗にいってる、ね、皆さんも編む時注意です、うん、なんかサイズ感が自分にちょうどよくてとっても気に入っています、はい、でそれは若干自分で勝手に長くしたかもしれない、うん、これね微妙な丈で、うん、非常に難しいですね。そう、あのこういうので、うん、肘までしかないと、うん、なぜこれウーステッドなので、うん、あったかいから夏に着るのか春に着るのか、もう冬に着るのかどうしたらいいかわからないものができちゃうので、うん、若干長めにするのがおすすめかな、はい、上から編んでるので、うん、長くするのはとっても簡単です、はい、なんで七分ぐらいにしとくと春先に着れていいかな。いい、はい、今最近これをよく着ています。これ模様が楽しいから、うん、すぐ終わるんじゃないですか ね。この模様自体はあれだよね、多分志田さんの本に載ってる模様をそのまま当て込んでるんだと思うんですけど、うんうん、あのボップルグで針がちょっと折れそうになるっていう、はい、うん、ね、この糸はね柔らかかったから ね大丈夫でした。はい、はい、っていうことでした。次は何回も着てるから見たことある人いると思うんですけど、オヒのエルトンですね。フィンガリングとモヘアのしましまのボックスシルエットカーディガンですね、うん、になってます。こうなってます。秘蔵のビオラ、高級セット
高級セット、もう買えない高級セットになってます、はい、これあのこれもゲージが全然出ない。あ、そう、なんか緩いのてかビオラの糸は細いんだと思う、うん、でそれでゲージが出なくて大体で編んでます私、うん、だからちょっとちっちゃくなったのかもね、うん、それでねこの皆さんご注意いただきたいのはここです。ここはとってもちっちゃいんです。そうだね、はい、とってもちっちゃくて私これでも気をつけてたはずなのにこんな細くなってしまいましてね。本当のサイズは何センチなの？いや結構本当のサイズもちっちゃいんですよ。あ、そうなんで、ね、まあ、うん、袖はぴったりさせたかったんだよね。そうそうそう。でここをシルエットをゆったりだけど袖ぴったりさせるっていうのがホヒーのボクシーとかもそうだよね。そうそうそう、ホヒーの考え方だと思うんですけどすごいびっくりしちゃうぐらい細いのでここ要注意。下手すると肩がきついみたいな。そう、ここが入らないみたいな感じ。これぐらいだったら大丈夫だけどね。そうなんです。それで目を拾うときに注意だね。そうなんです。なんでそこを気をつけて編まれたら、編み方はそんな難しくないですけど、うん、まあちょっとね前手で拾ったりするのは、うん、まあ面倒。お部屋だからね。そう、もうね面倒っちゃ面倒なんですけど、まあでもあの便利です。この時期着るのに可愛いし、うん、可愛い。はい、手染めなので編まれてもいいんじゃないでしょうか。はい、いいと思います。はい、っていうことでした。はい。はい、メイさん。私はもうすごい前にやっと帰ってきました。そう、最近かこの2着帰ってきて最近着てるんですけど、はい、これはエヴァかな、はい、ダイアナ・ワラさんって最近もアミリスにデザインしてくれてるダイアナさん の、ね、あのクイーンスから出たパターンで、今は権利関係どうなってるのかね、わかんない。もしかしな、今変えるこのパターンが変えるのかどうかちょっとよくわからないし、一時期うちでもきっと売ってた時もあったんですけど、うん、なんせこの3色がなかなか揃わなくて、うん、糸を買うのが難しくて今はきっと売ってないかなと。これはチカディ？これはチカディです、うん、でチカディだけどスティークするんです。そう、それでまだ普通のこういうストレートな糸で、うん、スティックさせるっていうのが主流じゃなかったから、すごい最近はあるけどドギマギしたんだよね。そう、当時はあのねジェミソンズの糸みたいな絡む糸でスティックはあったけど、うん、このチカディ全然絡まない糸で、ね、スティックスルスルした糸、そう、かぎ針でやったんだよね。かぎ針で補強して、うん、切ってここなんか糸で後ろから見ると見えるんですけど、かがってるんだ、糸でかがってます。メリさんにしては綺麗にやった。え、いつもこんな感じじゃない？え、違うよ、なんか大体でいいっていうところがありそう。すごい美しい。でもほら、だってこれほらチカディだからさ、ちゃんとやらないと、うん、すごい綺麗にやってます。うん、あ、でもなんかこうやって見るとフェルト化してるね。やっぱフェルト化するんだ。うん、だってスーパーウォッシュじゃないし。そうだね、そうなってしまえばもうほつれないのかな、うん、ちょっと脇のとことかフェルト化してるのでもうほどけないかなと思うんですけど、ボートネックで結構襟が開いて、何？メリさんにすごい似合ってるんです、これ。ありがとうございます、はい、気に入ってます。でこれも七分袖なので、はい、着る時期がこの時期しかないっていうこの時期だけですね。です、まあ、首が開いてるからまあいいんじゃないかって、うん、そう、これが何年も帰ってこなかったね。そう、最近ねやっと帰ってきて、もう編んだことも忘れてて。私は覚えてて、本当なんかこれ見かけないから、うん、もう存在自体忘れてたんですけど、うん、そうなんです。でなんかダイアンさん の、 あのすごいファンで昔から、うん、最近一緒にお仕事してますけど、なんでこれもすごい編みたくて楽しく編みました、はい、よかった。はい、はい、では私は最後にいつも巻いてるトリクシーです。じゃーん、これ何カセ？ 2 カセかな、2カセプラスやっぱ3じゃない？あ、3かもしれない、うん、これはナリアです。なんかこのフリンジがないと2でできるけど、これを編むと3かも、うん、そうかもみたいな話だったかも。ちょっと3かも。でそれでこれは編み方自体は全然難しくないんですけど、うん、とにかく最後のフリンジを頑張ると、うん、でフリンジをつけないと可愛くないので、皆さんこう巻いた時に、ね、可愛いよね、このこれがねモシャモシャが可愛いんですよ、うん、はい、
なので頑張るってことになってます、フリンジを。そんな難しくないから、土曜日や日曜日なの1日がかりでつけられたらいかがでしょうか、うん、これはねラビアアイメの昔買ったやつですね、うん、今この糸色があんまないかもな。これなんだろうね、わかんない。あのリトリートにエミーが来た時に、うん、あの買ってたね。買ったんです。でマリアも一緒に来て、うん、あのこれキットで売っていいって言われたんです。許可をくれて。そうなんです。でみんなで喜んでこれを買って、うん、この色はわからないです。なんだったかな、わからない。それに今この色見かけない気がするんだよね。これあのなんだろう、これも仕入れてない糸じゃない、多分ナイロンが入ってるんですよ、うん、これ、うんうん、それもあって。でスーパーウォッシュメリノなので暖かくないんです、これあんまり、うん、あでもあれかもな、やっぱこの色はあのツイストヌーボーじゃ作れないもんで、うん、だから最近買ってないんです。買ってないんですね。でそれで、うん、暖かくないので春先にぴったりなんです、うん、そうだよね、はい、だから春先用に使っています。はい、なんかさっぱりした糸で、はい、あんまり暖かくない。はい、ということです、ね、トレックとかでもいいかもしれない。いいと思います。はい、で最後は、最後は私もアクセサリーなんですけど、これはフェアアイルのレッスンで、うん、適当にやったんでしょ。そう、編んだマフラーで、あの坂本先生がフェアイルレッスンを東京と京都でやってくれてるんですけど、うん、最初に京都でやってもらった時に私あのその場にいるだけで一緒に教えてもらってレッスンには参加してないんですけど、であの編んだやつなんです。なんで編み方は坂本先生のそうやつなんですけ けど模様はメリさんが、お正月で何度かキットで売ったね、キットで売ったりとかして、うん、でこれ正直私が本当に全部適当に編んだやつなんですけど、それをチャートを起こさせられてしょうがないね。そう、うん、全チャート作ってそれでキットで何度か売りましたね。はい、はい、であの最後の方が気に入ってるんだよね、そう、模様がね。最初ねこっちから編むんですよ。スティークの練習のために最初にこっち側の穴側から編むんですけど、うん、はい、で最後こうずっと編んでいって、うん、最後ここ切ってスティークの始末して終わりなんですけど、うん、ここが一番目立つんです。そうで最初の編んだ一番気に入ってないところがここに来ちゃって、こっち側が好きなんですけど、そうなんです。これは穴に通すと隠れちゃって見えないっていうことになってるので、ちょっとごまかすためにここにこのサボテンのブローチをつけてて、これのサボテンのブローチが結構気に入ってる、うん、もうこれずっとついてます、うん、なんかワンセットみたいだよね、そのサボテンブローチが。でも私的には可愛いよ、みんな大丈夫。よかった、うん、よかった。もうサボテンもセットでいいんじゃない、うん、そのサボテンのブローチは、うんうん、あの京都のなんか美大の生徒さんのアンテナショップみたいなのが、うん、京都駅の、あの四条烏丸駅の近くにあって、うんうん、そこで買ったやつで、学生さんが作ったよ、誰か知らないけど、サボテンバッチなんですね、はい、をつけてます、はい、という3点ずつでした。結構冬に使ってます。はい、終わり、はい、はい、ありがとうございました。皆さんもぜひ編んでみてください。はい。